こんにちは。機械移行学コースの羽賀です。私の研究を中心にお話をさせていただきます。マイクロシステムを用いた低侵襲医療機器、ヘルスケア機器の開発についてです。で、簡単に自己紹介ですけども、私は仙台市生まれ で東北大の医学部に入ったんですけれども、その後ちょっと病院勤めもしたんですけれども、その後工学研究科の方というか、ここの機械系の方に1996年から、ずっといて、そして、医療機器の開発に携わってきました。で、最近ではヘルスケア機器の開発もやってます。なんでこんなことになったのかということを簡単に説明させていただきますと、もともと私の父親は外科の開業医、仙台市でやってたので、後継ぎになるつもりで東北大の医学部に入ったんですけれども、最後の年にいろいろな科を回っているときに、どうも小さな機械を作って体の中で治療するっていうことがそろそろできそうな時代になってきたっていうことが分かってきて、そっちの方をやって、自分で開発したものを自分で使って人を治療できたらすごく楽しいだろうなと思って、工学研究科の方に飛び込みました。で、その時飛び込んだ先が江差正義先生、機械系で、微小電気機械システム、これから後でお話ししますが、MEMSと呼ばれる技術を、立ち上げた先生です。で、ここの時にちょっと私ずっとそれで研究開発をしてきて、今に至るわけですけれども、そうすると何が起こったかというと、私の実家の病院、誰が後を継ぐのか問題が生じて、でその時に、もう私は後を継がないって言ったら母親がすごい激怒したんですけど、父親がそこを取りなしてくれました。その理由は一つあったのは、私の父親は逆にすねに傷持つ身で、工学部で、研究をやってて、で、そこで何を思ったか、その後医学部に入って、で医者になって開業医になったんですね。で、気がついたら私はその逆の道をたどって、医学部から今機械系に行って、そして医療機械を作ってます。で臨床はもうほとんどやってないんですけれども、広く人に役立つ機械を作れればいいなと思ってやってます。でそうこうするうちに、十数年前に、移行学研究科というものができて、とても私の居心地のいい場所、医学と工学の学生さんを輩出する、そして研究をするようなところができたので、ここで今一つ研究室を持って機械系と兼任しながらやっています。もともとどうして移行学研究科のような組織ができたのかというと、東北大学は昔から医学と工学の共同研究が盛んだったんですね。でこういうCT の元になるようなものを作ったり、それから私が大学を卒業して、医学部の研究室として入局した研究室は、世界で最初に心臓の超音波の断層像を取るということをやったんですね。で、そういったで実はここの研究に私の父親もちょっと関わっていたと後で聞きました。で、今日お話しする中心になる技術は MEMS と呼ばれる技術です。ちょっと分かりにくい、聞き慣れない言葉かもしれないですけども、頭文字を取るとマイクロ、小さくて、そして、電気部品だったり機械だったりで、これが合わさったようなシステムになっているような、こういったものを作る技術です。これだけ聞いてもなんだかよく分からないかもしれないですけれども、最近の IoT のようなところにも大活躍している技術で、いろいろなことができます。で、まず最初に紹介するところで、ちょっと時代を遡ると1990年くらい、私が医学部を卒業して工学部の方に飛び込んだ時ですね。ここの時医師免許も取って、週に1回くらいは病院勤めしてたんですけども、それ以外はずっと機械系の、江差先生のところでやってました。そこでは、こんな当時、車に乗せるような加速度センサーやジャイロと呼ばれる加速度センサーなんかを、トヨタとか、デンソーとか、それから、ダイムラーベンツとか、いろいろな会社が来て、研究開発をやってました。
で今ではそれが当たり前に車に乗るようになって、エアバッグが正しく動作して開くようになったり、それからこのように脱輪しそうになったら、人間が判断する前に各速度センサーやジャイロがそれを確認して、車を上手に止めてくれるというようなことができるようになってきています。で、他にもいろいろなことができていて、例えばタイヤの圧のモニターだったり、それからデジカメの手ブレ補正だったり、それからプリンターの、ピコリットルの顔料、インクを飛ばすようなのもこういった技術が使われています。で、ビデオプロジェクターなんかの、最近映画館でよくあるものも反射型のプロジェクターで、一個一個の画素が小さなミラーが並んでいるのがこうパタパタ動いて、でこれも MEMS の技術で静電力で動くものです。で、もっと本当はここに書いてないんですけども、広く使われているもの、皆さんが多分一回は手に触れたもの、何だと思いますか？実は、ゲーム機ですね。ゲーム機 の例えばスイッチのジョイコンのコントローラーですね。あれの中に、あれはジョイコンと言わないのかな、今は、スイッチのコントローラーの中に3軸の加速度センサーが入っていて、そしてテニスのゲームであったり釣りのゲームだったり、いろんなことができるのは、こういった、3軸の加速度センサーのおかげです。最近ではスマートスピーカーがありますけれども、この中にも MEMS を使ったマイクが、たくさん入っています。こうすると、いろいろな場所から音を聞くことができるだけじゃなくて、雑音を、キャンセリングして、そして、きれいに聞くことが、間違いなく聞くことができるようになる、そういった技術の時にたくさんセンサーを使うということが使われています。で、スマートフォンですね、この中にも、MEMS を使ったセンサーがたくさん入っています。昔は5つぐらい、5種類ぐらいだったのに12、そして最近では20くらい、さまざまなセンサーが入っていて、万歩計の機能を持っていたり、加速度センサー、そしてマイクもそうですね。で、こういった技術は医療に応用しない手はない、考えた人たちが2000年くらいからたくさんいたんですね。これは世界で一番大きな学会で IEEE、 その中の分科会で生体移行学にあたる EMBS っていうところで、世界中の人が集まって、あでもないこうでもないって話をした時の、配られた予行原稿、予行資料っていう冊子があるんですけど、その裏表紙に絵心の達者な先生、アンドレ・ディットマー先生っていう人が書いたものです。これ何かを指しているかというと、マイクロテクノロジーでこんなことが医療でできるんじゃないか、人工の網膜、それから人工の嗅覚、それから細胞を小さな部屋に閉じ込めて、そしてずらっと並べて薬の条件を変えたりして、開発に役立てようとしたり、それから血液サンプルや尿を取り出して、ほんのちょっとだけ取り出してもいろいろな分析ができるような、手のひらに乗るような小さな分析機器、それからこれ何だと思います？これ脳に刺して、コンピューターやインターネットとつなぐことに、将来役に立つであろうと言われている神経電極と呼ばれるものです。で、あと今日お話しするメインにあるのは、私のやっているような体の中に入って検査を、それから治療をするような機械になります。今日お話しするのは全体として、こんな感じで微細加工技術について、そして応用として低侵襲医療と呼ばれるんですけども、内視鏡やカテーテルを使った体の中から治療する技術、それから私は本当はやりたいんですけど、なかなか日本ではやりにくい、実用化しにくい事情があって、ここは他の人の研究を中心にお話しします。で、ヘルスケア関係、健康管理では体表管に置いて用いるデバイス、それから機械ですね、それから将来こんなことができるんじゃないかという話をしたいと思います。まず最初、微細加工技術ってこう小さく作る技術ですけれども、いろんなアプローチがあるんですけれども、MEMS 技術って、これを説明するときに、まず精密機械加工技術と集積回路技術を説明する必要があります。精密機械加工技術っていうのは、こう掘ったり削ったりするような、あんなイメージですけども、それを徹底的にこう小さく小さくしていって、お米にこう文字を書いたり仏像を書いたりするくらい、最近では分子レベルまでできるようになってきましたね。で、
逆に集積回路を作るときは反対側なんですね。こう基板っていう平らなものがあって、そこにどんどん積んでいったり模様を描いたりまたくっつけたりっていうふうにボトムアップって言いますけども、だんだんこう積んでいく技術です。で、MEMS 技術っていうのは電気と機械が両方合わさった技術ですけれども、作り方は集積回路にやや近いやり方をしながら機械まで作ることができるっていうような技術、本当はいろんな技術が混ざってますけども、そういうふうに説明することができます。そうすると小さくても性能が揃って、そして性能がいいデバイス、例えばセンサー、それから一番重要なところはたくさんいっぺんに作ることができるので安くできる。で、さっきもいろいろ数がたくさん入っているものがありましたけども、これ医療機器にとってはとても大事なことで、体の中に入れて例えば血液に増えて、でそれをまたこう外に出して洗って他の人に入れるっていうのは今は許されないんですね。血液を介していろいろな病気が媒介されることも危険性がありますの でそういう意味では使い捨てること、ディスポーザブルって言いますけども、これがとても大事です。でそれを可能にするのも MEMS 技術ですね。で、もうちょっと踏み込んで説明すると、これ集積回路を作るときはこんなフォトファブリケーションって呼ばれますけれども、基板があって、そこに、何かレジストと呼ばれるポリマーを上手に塗って、そして紫外線を当てるところと当てないところを作って、でこの後現像するとこんなパターンができるんですね。でここで覆ってるところと覆ってないところができると、基板を例えば覆ってないところは掘るということができたり、で、今度は覆ってないところに何か膜付けをしてレジストって呼ばれるところを取るとパターンが作れたりとかいうことができます。こういうことを繰り返して繰り返して最後、蓋をするようなことをすると、集積回路も作れるんですけども、ここの深いところ、横幅が狭くてでもずっと深いっていうことまでだんだんできるようになってくると、機械要素までいっぺんに作ることができるようになりました。で普通こういう機械を作るときっていうのは、これ実際にはここみんな同じ材料でできているわけじゃなくて、例えばこの太いところは別の材料で、細いところもはまた別の材料というふうに使い分けることもできます。で、作り方ですけれども、横並びでいっぺんにたくさん作れるんですね。で、これって機械の作り方からすると随分思考の順番が変わっていることになります。普通機械を作るときには、違う材料の同じ形のものをたくさん部品として作って、これを一個一個取って、そして組み立てるっていう、こういうことをやる大抵の機械はそうですね。でもそれしなくていいんですね。横並びにざーっと作っていって、最後分割してやれば出来上がりっていうことができます。そうすると何が起こるかというと、まるで集積回路を作るときと同じように、同じ機能を持った同じ形のものを並べてたくさんシリコンウェーファーっていうとこういうところの土台の上に作って、そして最後切ってやると同じ部品がいっぺんにたくさん作れます。でそうすると高機能で多機能で小さいけれどもいっぺんに作るので安く、そして使い捨てまで可能になります。この考え方はちょっとカットケーキに例えると、ケーキを一個一個作るとどうしても低価格に限界がありますよね。でもシート状に作って、そして切ってしまえば1個100円かでも一個一個作るのと遜色ない、美味しくて見栄えのいいケーキも作れます。でミルフィーユみたいなのとか層構造で複雑にしても、このような作り方をすると十分、安くて美味しいものが供給できるようになります。で基本技術として先ほどお話ししたフォトリソグラフィーですね、光を当てるところと当てないところを作って何らかのパターンを作る。でこのいろんな方法があるんですけれども、これだけじゃ足りなくて、機械要素を作るときに立体的に加工する必要があります。でそうすると例えばシリコン基板そのものを機械として使うために、このようにエッチングで深く掘ったり膜を作ったりすると、ここ例えばノズル、こういうのはインクジェットプリンターなんかに使われたりします。でこの片持ち針とか両持ち針もいろいろなセンサーの役に立ちます。
であとは複雑にこういう擬成層っていうのを作ってから、ものを作ってでさらに擬成層を抜いてしまうと、立体的な構造が作れたりこう関節みたいに動く構造が作れたりします。もう一つ大事な技術で反応性イオンエッチング、あまり耳慣れない言葉ですけれども、このようにイオンを加速して基板に当てるんですけど、この当てた物質が化学反応を起こしてシリコンを気化させてくれるといった技術があります。で、これが90年代の半ばくらいから急激に発展してきて、このように細くってでも深く垂直にするようなこんな加工が可能になりました。これでだいぶできることがガッと増えたんですね。例えば静電引力で、引っ張ったり、それで動いたり、逆に静電引力でのこの重なり具合、この赤いとこと黒いとこですね、これが変わると静電引力がこの間で変わるので、それがセンサーになると。これの性能を良くするときには間が狭くてかつ長いっていうことが重要なんですね。で、インクジェットプリンターでありますよね。でこれ考えてみるとすごい機械ですよね。1分ぐらいで写真画質のものがバーッと出てくるようなこんな装置ですけれども、ここのプリンターの大事な肝のところはインクを飛ばすヘッドのところです。でここも MEMS の技術で作られていて、このように機械要素になっているんですね。何をしているかっていうと、液滴にしてインクを飛ばすということを高速でやってます。熱で気化させて膨張させる方法や、それから、圧電、電圧をかけるとたわむものや、それから静電、電圧をかけると今度は引っ張り合って膜が動くもの、こういったものをいろいろ利用して液滴を飛ばします。こんな感じですね。で、実はこれも安く大量に作れるからこんないいことができるんですけれども、インクだけじゃないです。飛ばせるものも、実はいろいろ選べます。例えば、有機ディスプレイとか有機半導体って聞いたことあるかもしれないですけども、液体で飛ばして半導体を作るっていうことや回路を作ることもできます。で、あとは酵素のようなタンパク質を飛ばすことや細胞を飛ばすということもできます。で、酵素やタンパク質のようなものはよくバイオ材料って呼ばれますけれども、このバイオ材料は、実は気をつけなきゃならないのは一回飛ばした後に同じ流路を使うと、ちゃんと洗わないと前の材料が残っててコンタミネーションって言われますけれども、間違った結果が出ちゃうんですね。これで論文取り下げっていうこともよく起こったりします。で、安く大量に作れるので、このインクのカートリッジとここがヘッド、ここにMEMSのインクを飛ばす機構があるんですけども、これを一体型にしてこれ1万円ちょっとで使い捨てにできるんですね。そうすると次の材料と前の材料とが混じり合うことは絶対にないということができるようになります。で、いろいろな粘土のものがあるので自分で条件出しをする必要があるので、ストロボカメラがこの装置にはついてて、こんなふうに条件出しをしてさまざまな液体を飛ばすことができるようになっています。例えば酵素として乳酸の性能のいい乳酸センサーを作りたいというときに我々これを使っていて、フォトリソグラフィーで先ほどので土台の部分の電極を作って、その上にこの酵素センサーをインクジェットプリンター、これラクトースオキシダーゼといって乳酸のセンサーには欠かせない酵素ですね、こういったものを今のセンサー、プリンターで飛ばしています。で、そうするとちょっとは最後の方で後でお話ししますが、トレーニングしたときに最適な乳酸値が上がったよっていうことを知らせてくれるような、こんなことに役に立つような機器を作ることができます。ちょうどこれは MEMS のデバイスで MEMS を作るようなことが可能になっているんですね。で、実際には MEMS のデバイスってさまざまなものがあるんですけれども、一つの装置が1億円とかするものもざらにあります。で、ランニングコストっていうのを1年間でどのくらいお金がかかるかっていうことに関して言うと、数百万かかるような装置もいっぱいあります。そういうものをいろいろ何個も使い分けてやっと1個の装置ができるんですけども、
そうすると、一つの研究室でこれ全部を揃えるのって無理なんですね。で、私の恩師の先ほど漫画にちょっと載ってた江差先生は、90年代くらいにこの機械系のキャンパスの建物の中で、MEMSの専用の、クリーンルームを作って、そしていろいろな研究室がシェアして、みんなで作れるような使えるようにしました。で、そうすると、それぞれの研究室の負担がなくて、みんなでできると。で、これとても発展して、いっぱい MEMS 関係のクリーンルームが青葉山キャンパスって東北大の工学部の場所にたくさんあるんですけども、 3,4 個ありますけども、多くの研究室やそれから企業の研究者も含めてたくさんの人がこういったところを使って、で研究開発をしてまた持って帰って実用化したりということをしています。でさらに、江差先生は数年前に定年退官されたんですけれども、まだ元気で何をしているかっていうと、していたかというと、この西澤純一記念センターというところで、活躍してました。その後私のもう教え子の一人なんですけども、がここの今トップになって、江差先生はそのサポートをしているという感じなんですけれども、ここ西澤純一先生ってご存知ですかね。ミスター半導体呼ばれて、光通信それから半導体関係ですごい業績を残された先生、東北大学の先生で、総長も長年勤められた方です。で、その名前を冠した、大きなセンターが、青葉山キャンパスから車でだいたい10分くらい行くと、こんなでっかい建物があって、その中にさまざまな MEMS 関係の設備があります。で、コインランドリーっていう名前は何でかっていうと、貧乏なといっては表現悪いですね、なかなかこう洗濯機を自分のうちに持ってない人は、洗濯物を持って、そして数百円払って洗濯をして持って帰ると。それと同じようなことがこういう設備でできると。で、そうすると物がとにかく試作品が作って評価ができる。これとても大事で、そうすると人もお金も動いて実用化が早まるんですけれども、これをでこんなにたくさんいろんな設備がここにあります。で、使っている人も大学の東北大の中だけじゃなくて、全国とかそれから海外も含めていろんなところの人が使いに来るというような、さらに大学で閉じていない、共用設備に発展しています。で、私もここをしょっちゅう私のところの学生さんも使っている。で、こんな感じで、学外の人、学内の人がどんどんたくさん使っているような場所です。で、いろいろなものが実用化されていて、これからお話しする光ファイバーを使った圧力センサーもここで作っているので、そうすると根付けをして、そして売るということまでできるようになります。で、低侵襲医療についてお話をしたいと思います。で、これが今の技術、MEMSの技術の、私がテーマにしている具体的な応用例になります。低侵襲って何を指すかっていうと、体を大きく切り開かなくても細い道具を体の中に入れて内側から治療をすれば、手術に匹敵することができますよっていうもので、内視鏡を使ったもの、内視鏡も、こうシャフトっていうか先端と外の部分をつなぐところが柔らかいものもあれば硬い鋼製内視鏡もあったり、それからカテーテルと呼ばれるポリマー高分子のチューブなんかもあります。で、こういったものを使い、いろいろ使い分けると、どうして、体に優しいのかを人を家に例えてみます。で、そして例えば胃の中をリビング、そしてそこでエアコンが壊れたっていうようなことを例えば考えてみましょう。そうすると、たかが部屋のリビングのエアコンが壊れただけなのに、回復手術は、壁を壊して、そして、直して、でまた壁を直すくらいちょっと乱暴なものと言えます。で、ちょっと壁にこれはあんまりだっていうんで穴を開けて、手術をするっていうのは、今広く例えば胆のう摘出するような時に行われている、腹腔鏡手術というものがあります。これはお腹に4つほど穴を開けて、で硬い内視鏡などを差し入れて、あと鉗子などを差し入れて、手術と同じようなことをすると。で、よく考えてみると、例えば胃の中だと
口があって食道があって胃があるから、ちょうど家にドアがあって廊下があってリビングがあるようなものなので、そこから入っていって治療してまた出てくれば、一番優しいじゃないかということになります。でそれに匹敵することができるのが例えば内視鏡手術ですね。で、内視鏡で、胃の中に入っていって、そして例えばがんとかポリープを見つけたらそこを取ってきて治療をすると。でこれでもう5年生存率って言いますけども、もう再発しないで完全にがんが治るということが初期のほとんどのがんでは可能になっています。で、血管の中にカテーテルのチューブをと呼ばれるチューブを入れてやると何ができるかというと、足の付け根とか、手首とかこういったところから入れると、まるでこれ中世の解剖図ですけども、心臓とか脳とかそれから手足をの中を、血管の中まで道路のように通って内側からさまざまなところに患部に行くことができます。で例えば心臓の冠動脈と呼ばれる心臓の周りの栄養するところの狭くなったところを治療するときにはもう欠かせない技術と、脳の治療も脳動脈瘤の治療もそうです。でところにカテーテルが使われています。こういう狭いところを、広げる狭心症の治療とかですね。で、こういった土台のことを私はプラットフォームと呼んでますけれども、カテーテルや内視鏡をより高機能化するっていうところで、まず、微細加工技術であるMEMS技術が使えるんじゃないか。で当然その中で使い捨てであることは特にカテーテル治療では求められます。で、血管の中で圧力を例えば精密に見る、細い小さなセンサー、それからカテーテルや内視鏡のこう前方向を見る目としての機能を持つ超音波内視鏡、それから、体の中で、蛇みたいにして動くロボットみたいな機構ですね。それから、レーザーで精密に治療する道具立てなんかがあります。今日は時間の関係で全部は話せないので、代表的なものとしてこの光ファイバー圧力センサーとロボットみたいに動くカテーテルや内視鏡についてお話ししたいと思います。で、普通血管って腕にマンシェットっていうのを巻いてで測りますよね。でもその全身の血圧だけじゃなくて体の中 の一部の場所局所の血圧っていうのも臨床の中では重要で、例えば、末梢って言いますけども脳の先の狭いところであったり、それから病的に狭くなったところの圧力を測りたい、それからもともと対象が小さいような、マウスであったり小児のような時にも局所の血圧を測りたいっていうニーズがあります。でそういう時に、MEMSのセンサーが役に立ちます。で私が最初に、機械系に飛び込んで研究開発を始めたのがこの光ファイバー圧力センサーですね。どういうものかというと、光ファイバー光通信に使われるものですけども、これ外径がだいたい125ミクロン、 0.1 ミリちょっとくらいのものが多いんですけども、そこの端面にダイヤフラム膜をつけます。この膜をMEMSの技術で作るんですけども、ここがセンサーになって、で体の外ではカプラーっていうものを使って白色光源とそれから反射、これでこっちに光がいって反射光を外側で受ける分光器、この2つをつなぐような構成になっています。でアニメーションの方が分かりやすいので、このセンサー部がどうなっているか、ここ、外径が120ミクロン 0.12 ミリですねの直径で、厚さが 0.7 ミクロン700ナノメートルの薄いシリコン酸化膜でできています。それだけ薄いので圧力で内側にたわむんですね。これ血管の中ですけども、で裏側に全反射ミラー、アルミのミラーがついていて、光ファイバーの端面側にはハーフミラーがついていると、白色光が入っていってここで何回も反射をしてまた同じ光ファイバーのコアと呼ばれる中を戻っていきます。でここの2つのミラーの間で干渉現象っていうのが起こって、ミラーのギャップが変わると反射光の波長の成分が変わるんですね。でちょうどシャボン玉がいろんな色がついて見えるのと同じ原理です。で、圧力がかかってたわんでミラーの間のギャップが変わると、
このように波長の形が変わるので、横軸が波長で縦軸強度ですね、ここのピークを追いかけていくとダイヤフラムのたわみ量が分かって、そこから血圧が分かるといった仕組みです。で、大事なことはこれを丁寧に丁寧に1個30万円くらいで作っても医療では使えない、広く使えないということですね。で、先ほどお話ししたように使い捨てにしたいと、じゃあどうするかというときに、いっぺんに横並びに大事なこの光ファイバーの先端につけるパーツをたくさん作ります。計算上120ミクロンくらいの直径なので、直径10センチで1回のプロセス、この作る工程で10万個くらい作ることができます。このような打ち抜いた円柱にダイヤフラムがついた構造をたくさん作っていきます。こういったプロセスを通すわけですね。で、この作ったものをここは多少手作業になりますけども、それほど最近は大変じゃなくなってきて、光ファイバーにこのガラスキャピラリーっていうか毛細管の中に入れて、このパーツを押し付けて、で、合金化して加熱して接合って言いますけども、くっつけて、最後位置合わせに使っていたシリコンの、このロッドというか円柱部分をのだけを取り除いてダイヤフラムを残します、膜を残します。こんな感じで実物があって、そしてこれを光ファイバーの単面にくっつけて、そしてそうすると一見何もなくなったように見えますけれども、実際にはここにダイヤフラムが残っていて、圧力センサーとして働きます。で、本当は実際にリアルで講義をするときにはこれを回覧するみんなにこう手渡して見せるんですけども、砂粒より小さいんで結構びっくりされます。で、光ファイバーと髪の毛をこう並べてみると、髪の毛ってだいたい80ミクロンから100ミクロンくらいなので、120ミクロンとかっていうとちょっと太めの髪の毛ぐらいで、多分世界で一番小さい圧力センサーの部類に入ります。で、分光器と白色光源っていうのをつないでやると、ちょっと気持ち悪い映像ですけれども、ヤギの心臓ですねの中に入れて、左心室の拍動を見るということをしたりします。で、そうするとこんな感じで、心臓の拍動に応じて血圧が上がって下がっていく様子が見ることができます。で、横で同時に示しているのは、ここを人工心臓の研究をやっている研究室に持ち込んだんですけれども、従来普通に使っている直径が1ミリくらいの10倍くらいの太さの圧力センサーの結果と並べているところで遜色のない結果が出ています。で、そうすると細いところに入れて使うということができるようになります。で、最近これをロボット、手術ロボットのセンサーとしてさらに発展させました。こんな切り欠きが2つ入ったような金属でできたものに、光ファイバー圧力センサーのロッドがまだ残っているものと、それから向かい合わせるように超光ピン、ピンを並べて直列に並べて向かい合わせておいて、そして挟むといったものです。で、そうするとちょっと押し気味にしているので、ここのこれを何かに貼り付けたりしてこう力をかけるとセンサーとして働きます。ダイヤフラム部分がちょっと押されたりするわけですね。で、そうすると押し気味にしているから引っ張る方の圧力も、それから押す方の圧力も両方見ることができます。で、こういうのを手術ロボットに使う鉗子って呼ばれるこう挟む道具とかで、これをロボットだと複数2個とかいっぺんに使うとぶつかったりとか、それから骨にこう鼻から入れたりするときに骨にぶつかったりしたときに、人間だとこうちょっと力がかかっても止めてくれるんですけど、ロボットだとうっかりするとこうグググッと押して壊しちゃったりとか、いろいろなことが不具合が起こるのでセンサーをつけておくと。で、あとは弾力って言いますけども、こう掴んだ力を見るというような時に小さいセンサーが必要です。で、もう一つ利点はこれ電気的な影響を受けないんですね。電気メスとかの電磁ノイズとかがあっても他の原理のセンサーだと影響を受けるんですけども、光を使っているセンサーなので影響を受けない。で、これを鉗子に取り付けて3つ入れているので、どの方向に力がかかっているのかっていうのを、この緑色のものが動いている方向で、そして力の大きさを
この円の緑の円の大きさで示すというようなデバイスになっています。で、最近あと進歩が著しいのは、イメージャーです。イメージャーって何なのかっていうと、いわゆる動画をのカメラのですね。で、これ の徹底的に小さいけれど画質のいいものっていうのがたくさん作れるようになってきました。で、例えばこういうの内視鏡用にっていうもので、外径が 1.2 ミリで約5万画素っていうような、いろんな種類のありますけど、 CMOS イメージャーって呼ばれるものが特に主流で、出てきてます。大抵皆さんのスマホとか、それからデジカメにもこの CMOS の電子撮像素子って呼ばれるイメージャーが使われてます。それのちっちゃい版ですね。で、最近では5万画素から16万画素で外径が 1.6 ミリのものとか、どんどん進歩してます。で、そうするとこれはヨーロッパの北の方で開発されたものですけれども、ここに CMOS のイメージャーがついていて、これを内視鏡として使うというものですね。で、でワイヤーで引っ張ってこう動かして、で観察するというもので、ここに書いてある通り日本語のカタログになっているということは日本でももう使われているんですね。で、気管支鏡として使われたり、それから喉になんかこう変なものが飲み込んでしまったときに何とか取り出す、確認して取り出すためのものや、それから気管内挿管といって、何とかしてチューブを入れて気道を確保したいというときに、うまく入らないときの、ガイドとしてこれを使ったりします。で、これ実は使い捨てです。で、これも CMOS イメージャー自体が MEMS の技術と同じで横並びにたくさんいっぺんに作れるので、こんなことができます。で、ただこれ動きがちょっといまいちなんですね。ワイヤーでここをハンドルで動かして、先端をこうちょっとこう曲がるくらいのことしかできないんですね。で、本当はこういうものを使い捨て、かつ内視鏡、軟性内視鏡と呼ばれる胃カメラのようなもののように自由に動かしたい、こういうアングルノブっていうのを使うと、こっちの方向にもこっちの方向にも自由に動いたりするんですね。で、ただこれを実現しようとすると、このシャフトの部分、とんでもなく複雑な構造になります。こうしないと十分にちゃんと体の中に押し引きをして、特に押して入れて、かつ精密に動かすってことはできないんですね。なので、軟性内視鏡は使い捨てにできません。滅菌してやむを得ず別の人に入れるということをやってます。で、じゃあどうしようかって時に、一つこの解決案としてあり得るのが形状記憶合金です。これ、電流を電池で流してます。そうすると 30g くらいの重りが今グッと上がりましたよね。で、これをシャフトの中に搭載する。これハンダごてを近づけると縮みますけれども、これでそうすると小さな筋肉みたいにして使えると。で、電流を流すんですね。で、この50ミクロンくらいだと電気抵抗が高いんで、外からハンダごてで加熱しなくても、流した電流に応じて、力が発生すると、引っ張るということができます。で、これが私が工学のドクター論文にも自分でもなったものですけれども、このようにカテーテルというのさっきのポリマーのチューブの中に分布させてやると、さまざまな方向に曲がったり、3本120度伝って、あとは回転したり、ねじれ回転したり、伸び縮みしたり、硬さが変わったりといったことが構成を変えることでできます。で、これはねじれ回転する機構ですけれども、作り方もメッキと電着って呼ばれる方法で、一個一個の接続部を手作業じゃないやり方で作るやり方にしています。で、これでこんな感じで、これ外径が 1.3 ミリくらいですね。で、内側にあるのが形状記憶合金のコイルで、電流を流してこうねじれます。で、電流を切るとステンレススチールコイルがまた戻してくるので、繰り返しの動作ができると。で、これで精密な回転動作ができます。こちら多方向に動く機構ですね。で、外径が 1.6 ミリ。こういったものを、例えばCCD のこの場合はカメラで、今後は CMOS を使うんですけれども、やると、これプレイステーション2のジョイスティックコントローラーです。
こんな感じで、自分で曲げたい方向に曲げて、そして傾け量が屈曲角度に対応するようにできています。でこの先端のイメージャーで、こういうふうに見ると、見回しが体内や複雑な入り組んだ先でできるよということが可能になります。なので、こういうものを作ると使い捨てでかつ体の中で自由に位置合わせやポジショニングができる。今では腎臓の中の結石をレーザーで精密に壊して除去する、そういった装置に使おうとして開発を行っています。で、この手のものはちょっとここは簡単に話しますけれども、複雑にどんどん精密にやっていこうとすると、例えばこんなたくさん道具立てで自由度があって、こんなのをドイツの研究者が提案してますけど、これ使い捨てでこんなものを作ることって無理なんですね。でもうなんとか体の中に持ち込みたい、複雑なものを持ち込みたい、 でもこう穴の数を減らしたいっていうことや、それから例えば立体視をしたいっていうと、この中にいっぱい道具立てを積み込まなきゃいけない、2つカメラを積み込まなきゃいけないってことが起こって大変でいうときに、一つ解決策として、入るときはまっすぐだけど体の中で変形する、こんな感じでワイヤーで引っ張ると、変形する、お腹の中とかですね、とこれで立体視ができます。ここで2つ目があって、そしてここから鉗子が出てきて、でここで作業が終わったら、これでまたまっすぐになって戻って抜くことができると、傷口は1個で小さくて済むでしょうっていう、日本で私が慣れ親しんでいた合体変形ロボットみたいなものですね。で、こんなものを作って立体視ができるよっていうふうになって、これを今度微細加工技術で徹底的に小さく作ると、例えば眼球の中とか関節の中とか脳の中にも部屋があるんで、そこで使うようなものが作れたりします。で、体内埋め込み機器についてですけれども、ここ有名なものは心臓ペースメーカーってありますよね。でこれ胸のあたりに本体があって、心臓の中に、カテーテルの先に電極がついていて、内側から電気刺激をして不整脈の治療なんかに使われる道具だってですけども、最近リードレスペースメーカーっていって、これで本体と電極層が一体になってる、指先に乗るくらいちっちゃいものができてます。でこれは心臓の心室って呼ばれるところにこれをただ入れておくだけなんですね。で、これでペースメーカーになるんですけれども、寿命が十数年しかないと長生きした人電池切れを起こすんですけれども、そうすると取ることをしません。新しいのを入れて前のやつは電源オフにする。で小さいからこんなことができるんですね。でさらにもう一つ、これカテーテルやなどでちょっと省略しますけども、胸を切り開かずにちょっと傷をつけてカテーテル経由で心臓に入れることができるんですけれども、実はタイミングよく心室を電気刺激するときに、MEMS の加速度センサーが使われています。なんでこんなことをしなきゃいけないかというと、心房って上の部屋がギューッと縮まって心室がたくさん膨らんだタイミングで心室に電気刺激を起こして縮めて全身に血液を送り出したり肺に送るんですけども、このタイミング間違えると変なことが起こります。 でも心房側にセンサー、電気的なセンサーが普通は、心臓ペースメーカーあるんですけど、それがない。じゃあどうやってタイミングを知るかっていうと、血液が心室にガーッと流れ込んできたときにこの本体が揺らされて、そしてその独特の振動を三軸の加速度センサーで見て、こういうのを房室同期って言いますけども、それでもってタイミングよく縮めるということが行われています。で、最近では体の中に無電源で、ちょっと原理の部分は複雑なので簡単にだけ説明しますけれども、膜がたわむと静電引力が変わるよっていうものと、コイルをただつなぐだけです。そうするとこの静電引力で決まる共振周波数っていうものがあって、でここ何も電源ないんですけれども、外から別のコイルで周波数を変えていくと、あるところで急にここに電流が流れて、その流れた分どこに行くかって、この中にワイヤレスで
流れるんですね。でその周波数を外から知ることができると、これ埋め込み型の圧力センサーになります。で、こんな形で向かい合わせた電極とコイルが兼用になっているものが、ガラスの中で封じ切りになっているものが、例えば大動脈の治療の時にその外側に置かれるというふうにして、圧力センサーになります。でこういったものがもう世界中の人に埋め込まれています。これは実用化したところはカルディオメムス社というアメリカのベンチャー企業ですね。で、目の中の圧力を見たいっていうのは緑内障っていう時にあるんですけれども、この時にこの圧力がかかるところに埋め込みのセンサーを入れてやって、そしてデータをずっと保存してやって、やるためにはこれ電源供給する必要があって、でここ太陽電池になってるんですね。でこれで長く見れる。でもこれ、緑内障の人にただこの埋め込みをするのかっていうの結構ハードルがあって、実用化ができないんですね。何がここで生まれたかというと、コンタクトレンズ型です。でこれでも同じことができて、コンタクトレンズの表面に力がかかると電気抵抗がかかるセンサーをパターニングして作ってます。であとはさっきと同じようにコイルがあって、ワイヤレスでここの目の外側に置いたコイルとコンタクトレンズの間で通信ができます。電源供給もできます。でそうするとこの何十時間も眼内圧を見ることができて、緑内障の眼内圧が上がるのって必ずしも病院に行って測った時だけじゃないので、起きた時とか日常生活の中で見ることにとても意味があります。で普通どうしてこれなんで眼内圧測れると思います？目の上に置いてるだけなのに。で実際我々眼内圧測るときこんな装置使いますよね。ここに顎乗せてくださいって言われて乗せると、なんか、見せられて気球みたいなの見せられてプシュッてされる。あれ何されてるかというと、その空気ノズルで角膜を押してその変形量を見て、でそれで眼内圧を推定してるんですね。で同じように角膜がどのくらい内側から押されて変形しているのかというのをこのセンサーでは見ているということになります。でこれは体の中に埋め込むのではないので、実用化がとても早かったです。10年もしないうちにもう日本でも広く使われるようになりました。でもう一つ大事なことは、埋め込みのデバイスだと重症な緑内障の患者さんにしか適用にならないんですけど、こちらは緑内障疑いの人に適用になるので、マーケット市場がとっても広くて対象が多いんですね。でそういう意味で体の外で用いる MEMS のデバイスというものに話がつながります。で、MEMS のデバイスで体の外に置くデバイスことっていろんなことができるんじゃないか。で、昔からある代表的なものとして、私も循環器のお医者さんとして働いたことがあるのでよく知ってますけれども、不整脈も緑内障と同じで病院に来た時に捕まえられないことがあります。で日常生活の中で不整脈が起こったことが分かると、初めて確定診断ができて治療ができると。でそのためにホルター心電図というものが昔から使われていて、で24時間とかこれでずっと見ることができる、記録が残せると。で、同じようなことを血圧でできないかって考えている人たちがいっぱいいます。で実は血圧も急に上がったり下がったり日常生活の中でしています。分かりやすいのは、風呂上がりに寒くなると急に血圧が上がって脳卒中になって倒れるっていうのは、血管がキューッと締まって血圧が上がったりしますけども、その他に日常でストレスが知らずにかかると急に血圧がガッと上がったりしていることがあって、そういったものを捕まえたいって時には腕に巻く血圧計だとダメなんですね。しょっちゅうここつけてギューッと縛られると気が散って仕方がないんで、多分 2,3 日したらもう我慢できなくなると思います。というので腕時計型でいろいろな原理のもの、指につけるものとか、作られているんですけども、光を使うものとそれから力センサーを使うものがありますけれども、私がやっているのは超音波ですね。こんな感じのものを脈を測る頭骨動脈のところにシート状のものを貼るというものです。で、どういうものかっていうと、パンと超音波を出して、で反射エコーがそうすると2つ返ってきます。これは魚群探知機と同じ原理で、ある一定の深さのところに何か反射体があると、時間、体内の音速一定なので時間遅れで返ってくるので、
この遅れ時間が距離に相当するんですね。でどこで2つ返ってくるかというと、血液と血管の境目です。そこが2つあるん でここで、つまり何が分かると、血管の径が分かるんですね。でそうすると、装着するときに、従来の血圧計で最高血圧の時の血管径、それから従来の血圧計で最低の時の血管、最低の血管径、最小の血管径を相関をとって、こういうのを構成、キャリブレーションと言いますけれども、一回これをやると、あとは血圧計外しても、つけている間中血圧が推定できるということになります。でたくさん並んでいると、1個のセンサーを上手に血管の上に置くっていうことをしなくても、ちょうど血管の上に乗ってる反応が出てるセンサーだけを使うっていうことができるので、自分で位置合わせを勝手にしてくれるということになります。っていうのを作ると、これが上の血管からの反射、これは下の血管からの反射の時間変化です。で、ここを差を取ってやると、こんな感じで心拍に応じて血圧が上がって下がって上がって下がってっていう様子が血管系の変化として取ることができて、これは実際に血圧センサーを血管の中に入れたのとほとんど同じ波形になりますということを、今ウェラブルな血圧センサーとしてやってます。でもう一つは、体の中の生体成分を直接測りたいっていう時に、血液を測らなくても皮下組織、皮膚の下の液体の中に含まれる成分の変動を見てもできるものがいくつかあります。具体的には血糖、糖尿病の患者さんなんかで見てグルコース、それからさっき運動の時に上がったりする乳酸、これは血液の中の増減と皮下組織液の増減が同じなので、じゃあどうするかっていう時に、直接測る時に我々目をつけたのは、壺に刺す針、ステンレスの外径が200ミクロンの鍼灸芯と呼ばれるものです。でこれの中で、このシートの真ん中に1本だけこの鍼灸芯がついているっていう針があって、でこれだと皮下にずっと置いておくことができて、でお風呂に入ってもそのままつけててもいいっていうようなものですね。でそうするとこれを利用して、さまざまなパッチ型のセンサーが作れるんじゃないか。じゃあどうやって皮下組織液の成分を測るのかって時に、この針の中に流路があって、で上にこう蓋の部分に穴が開いてると、そして生理食塩水を一定の速度で流してやって回収してやると、浸透圧で濃度のここの中の成分が中に引き込まれて入っていって回収できるんですね。で具体的にはこんなものを作りました。鍼灸の針そのものに、MEMS の技術で、膜付けをして、その中に流路があって、そして皮膚の下にあるところだけ天井にこんな感じで穴が開いていると。でこれで流して回収すると、で一定の速度でやってやると濃度の増減が分かります。マウスで実験するときに最初走らせることをやったんですが、なかなかこう上手に上がってくれなかったり、上手に走ってくれなくて、そのうちたくさん走らせているうちに乳酸が上がらなくなってトレーニングされちゃったり大変だったんで、腹腔に直接乳酸を入れて、お腹の中に注射で入れて、尻尾から採血するのと、それから皮膚に貼ったセンサーとで比較をするということをやりました。そうすると、マウスそれぞれについて、センサーでやったものと採血してやったものとで相関が取れているということが分かりました。でこれ他の原理でやったセンサーに比べるとだいぶ精度がいいものになります。で今度は調子に乗って血糖ですね、口から砂糖水を飲ませて血液中で上がるっていうのを尻尾から採血したのと皮膚から取るのとこのセンサーでやったのとやってみると、こんな形で時間変化がどっちも同じように相関して取れて、比較的いい相関があるということが分かりました。でこういうのをいろいろな将来他のさまざまなセンサーに発展させようとしています。これのいいところは、とにかく回収してしまうシステムができると、外側のセンサーだけ変えてやればいろいろな、応用にできるというところですね。で最後に未来の医療機器についてお話しして終わりたいと思います。
で、このようにさまざまなあのものが作れるんじゃないかっていうふうに提案されたって最初お話ししましたけれども、現在例えばどういうことが将来できそうか。一つはミクロの血試験みたいな考え方で、体が小さくなって これってどういうものかっていうと、あのお医者さんたちがあの潜水艇みたいなのに乗るんですけども、ぎゅーっとこうある機械で縮小されて、そして血管の中に入れられて、そして手術がしにくい、脳の内側から治療をするというような SF 映画です。1966年ってあのずいぶん昔の映画ですけども、未だに古びてない、あの結構面白い映画です。で、なかなかあの回収の問題とか、それから、あとは電源供給の問題とか、いろんな通信の問題とかがあって、やっぱりカテーテルや内視鏡のようなプラットフォームに乗って、危なくなったら引き抜いたり、それから電源供給もあのできるっていうのが望ましいんですけれども、そこから先を考えていくと、こういうあの小さな独立したロボットというものが考えられます。で、多分あの単に血管の中にこう入っていって検査治療して出ていくっていうのの前に何が起こるかっていうと、カテーテルや内視鏡を通して中に複数のロボットが出てきて、そして、そこで共同作業をして、で終わったらまたみんなが順番に帰ってくるっていうようなものが血管の中や消化管の中や体のいろんなところでできるんじゃないかと思います。でこれはあのインタビュー漫画に取り上げてもらった時のなので、メムスって書いてますけれども、こんな医療ロボットが将来できて体の中で活躍することが、私が生きているうちにできるんじゃないかなと期待してやっていますというところで、終わります。これ最後にあの、お辞儀してるわけじゃなくて、学生さんみんなで何してるかっていうと、完成直前のとっても大事な部品を床に落としちゃった人がいて、それをみんなで一生懸命探しているところで、小さいものを作るとこんな苦労もありますよというところで、今日のお話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。